こんにちは。今回ですね、僕がいつもカフェとか作業スペースに行くときにですね、持っていくものとかをですね、なんか YouTube っぽく紹介していきたいと思います。まあ、よろしくお願いします。こんな感じで僕のパソコンですね、これ Mac なんですけど、まあ、MacBook Air にここ、イヤホン、こんな感じで iPhone とマイクつなげてこんな感じで、まあ、Mac ととりあえずマイクですねを持って行ってますね。あとこれ水筒、サーモスの水筒をいつも持ってるんですよ。でこれは確か3000円ぐらいか4000円ぐらいですね、電気屋さんで買ったサーモスの水筒で、でこれもやっぱり水とかって2リットルで今100円とかで売ってるじゃないですか。安いとこだと80円とかだから、麦茶のパックみたいなの買って50パックとかあれを入れていつも持ってってるので、いや結構あれですよ、なんか節約できますよ。水筒マジで買った方がいいですよ、節約できるんで。でこの水筒ももう、まあ、かれこれ50回ぐらい使ってるので、もう全然元が取れてるかなって感じですよね。これ結構いいんですよ、サーモスの水筒で、なんか形もいいし軽いしみたいな、さあいいんです。あとこれですね、エアポッツどっちか分かんないですけど、これはなんか散歩するときとかに聞いてますね。音声学習するときとか家事しながらこれで聞いたりとか、あとこっちはパソコンにつなげて直接聞くように普通のイヤホン、あとこういうのも買いました。これ小分けボトル、これ無印で買ったんですけど、この中にアルコール入れて出かけた時とかに、手を消毒するみたいなこともやってますね。今危ないんでこの中に消毒入れてますね、アルコール入れてますね。あと普通に財布バッグなんか入れてますね。なんかガム口みたいな、結構なんかおしゃれな財布ですよね。なんかいいんですよこれ。であと普通にスマホの何だこれ、充電器で、あとこのなんだっけこれ、このガマ口のちっちゃいバッグにいろいろコード入ってますね。マイクとかイヤホンとかこの中に全部入れてるんですよ。イヤホンこういってイヤホンとかこういうマイクとか邪魔になっちゃうんで絡まっちゃうんで、この中に全部入れて、で基本持ち物としてはこの何だろうこれ、このガマ口のガマ口多いっすね、ガマ口多いな、このガマ口のやつとこのガマ口の財布と、であとこのアルコールのボトルと、あとマックとエアポッツと、あとサーモスの、水筒、こんくらいかな、これぐらいなんですよ持っていくのって。いつもこれをリュックの中に入れてワーキングスペース行ったりとか、その昔はカフェ行ってましたね。カフェ行くときはさすがになんだっけこれ水筒持っていかないですけど、今レンタルオフィス借りてるんで水筒常に持ってってますね。だからそういったところ、水筒持っていかなかったらプラス1日200円とかかかっちゃうと思うと、まあ、月間6000円とかかかっちゃうので普通に節約できるかなって感じですよね。あと水筒買わないとたまにジュースとか飲んじゃうとやっぱ砂糖とか取っちゃうんで、もうあえて水筒に麦茶入れてやってますね。でリュックがこれ、こんな感じのリュック、このリュックにいつもリュックマックとか財布とか入れてチャリこいで行ってるってことですよ。チャリこいで10分ぐらい、レンタルオフィスまでチャリで10分ぐらいなんで、どこのやつだろう、確か結構高かったんですよね、4、5万ぐらいしたようなリュックだったんですけど、いつもこのリュックに入れてマックとかこういった備品的なものを、あと普通に充電器ですね、充電器、この充電器入れていくって感じですね。まあバッグの中身紹介みたいな、これ結構便利ですよ。この小分けボトル、これアルコール入れて出かけるときに、今ウイルス対策で持ってたりとかすると便利。
あとこれとかも音声学習するときにすごい便利ですね。あと YouTube 撮る人とかだとこのちっちゃいマックとかすごい音声きれいに撮れるんで2000円ぐらいで買えるんで結構良かったですよ、Amazon で。あと普通あの財布もあれなんですよ、昔長財布の方がお金貯まるみたいなよくあるじゃないですか、風水的に。で僕ずっと長財布使ってたんですけど、もう全然こっちの方が使いやすいですね、大きさ的にも。これあのなんだっけな、ジャムホームメイドみたいなとこの財布、ジャムホームメイドか、原宿にあるとこの財布なんですけど、これの方が全然使いやすいです。前ボッテガの財布使ってたんですよ、長財布の10万ぐらいしたやつ。あ、めちゃめちゃなんかもう使いにくいですね、ああいうなんか邪魔だし、なんか邪魔だし、もう使いにくいんですよ。でもこういったコンパクトな財布使いやすいですね。あとこういうのとかもいいですね、なんか小物入れたりとか。だから結局あの風水とかで長財布使った方が金持ちになれるかなとか、やっぱり安易な考えよりもやっぱり自分が気に入ったものにを買って、で自分の気に入ったものを使っていった方が多分いいと思いますね、その気持ち的にも良くなるんで。あと MacBook Air とかも、今 MacBook Air なんですけども、まあそれも、まあ、MacBook Pro そろそろ買おうかなと思ってますね。まあそんな感じの持ち物紹介でした、まあ、特に全然需要ないと思うんですけど、まあ、マニアックの人だけ聞いてください。じゃあありがとうございます。